か、なんか衣装の繊維がここについてる。キャー、取れた。こんばんは。ごめんね、ちょっとお迎えを待ってる間配信しようと思って。よいしょ、ツインテールだよ。今日は池ちゃんがツインテールしてって言ってくれたのでツインテールしました。15分、そうだね、15分ぐらいから20分ぐらいになると。アニメイト行っておすすめのアクスト写真撮りで出たかな。ありがとう。あ、撮れてきた、ありがとう、嬉しい。控えめに楽しみ、楽しかった、よかった。スカイ近いしょ、触覚。あ、でもこっちがめっちゃ暴れてる今今日こっちの子めっちゃね暴れてたんですよ。やばいやばい、調子が、あ、うちの子はね、言うこと聞いてくれるんだけど。いけちゃんの結果、そうだよ。今日は、いけちゃんに、ツインテールしてって。でもなんかやる、もう、髪するやつ決めてるって聞かれたから、うん、何も決めてないよって言って、ツインテールするねって言ったら喜んでくれた。よかった。こんばんは、こんばんは。でもなんか夜変える、髪型変える時間があるか分からなかったから、あのね、あれ朝からしてた。お昼乾燥、乾燥もでもなんかもっといろいろ考えてたのに、なんかいざ乾燥を言う時間になると、なんか考えてたことよりもうまく言えなくて、そう、すごいさ、いっぱい考えても考えてもうまく言えないから、もう後でうわーってなる。もう言いたいこと、もっとまとまりあるように考えたのに、なんで言えないんだ私はってなってた。今日もうまくなんで言えないんだって。あ、今日もね、匂い嗅がれてました。いつだっけ、お昼公演が終わった後やったかな。今日はほんとに僕の話から飛んじゃう、そうもう、本当に上がり性すぎて言いたいこと、そう、意識すると言おうと思ったことが出てこなかったりするんよ。もう紙にさ書いて読みたいぐらいを考えてきたこと。うん、こんばんは、こんばんは。今日はね、まひなさんの生誕祭と池ちゃんの生誕祭2公演ありがとうございました。自己紹介はそう、両方変えてたよ。でもなんかね、すもももももものとこはね、どうやって変えればいいかいつも分かんないの。なんかそこでも今日変えようかなって思ったの、その日のメンバー、生誕のこのメンバーのやつに変えようと思っても、すもももももは変えるのが難しすぎて、いつもその後しか変えられなくて結構悩んでるんですよどうしたら、ね、あ、阿波踊りしてた、今日奈さんの生誕祭でしてた阿波踊り、ゴゴゴゴゴ絶対ファンの人困るよね、なんて言えばいい、ゴゴゴーって
うしようと思っていつもね悩んで悩んで悩んでるなんかいいやつないかなっていつも思ってるんだけど、難しい自分のやつ。シアちゃんねしっかり声出てたね、パフォーマンスも声かけてありがとう。そうシュワジャーネのね歌のどこだっけ、あの感想の後のとこめっちゃメンバーに褒めてもらえるから嬉しいってなってる、やったってこんばんは、真面目だね。いや全然よ全然よ、声かっこいいの。そう私なんかね喋ってる声はそんなに低く、あいや 歌うと高くなるか、でもねそう確かにあの部分はめっちゃかっこよくなるんよね、声がなんか可愛い感じで歌えないんだよねなんかもっとそういうか感じになっちゃう。こんばんは。まつげまつげありありしたんよ。ね青いレモン私昼も夜もめっちゃ好きだなって思いながら聞いてた。本当に。いつかわかるでしょとか初めの頃よりめっちゃ上手くなる、ありがとう発信時間も短い、うん今日はね今日はそうお迎えが来るまで配信する、そう公演の終わりの方にちょっと貧血気味になっちゃって、ちょっとこれは早く寝なければ、明日楽しみたいので今日は早く寝ました、全力で楽しみたいから明日も、でも今日もすごい楽しかったよ、そうえ大丈夫大丈夫全然、そうでも念のため早く寝とこうと思って思ってね、ブドウ糖とか、そうねブドウ糖とかいっぱい、あ家にちょうどあるあのお菓子ね、お菓子っていうかなんかブドウ糖ってやつ、猫ちゃん、そう猫ちゃんなんで猫ちゃんね楽しみに、猫もも猫もも、あそうでもすごいもう本当にね昼も夜も楽しかった、まひのさん家族配信えしてるの今、夜遅くまで男性し、いやなるべく早く寝たけどちょっと確認はしたかなそうえアニメイトさ行きたい、ああ待って、なんかアニメイトのグッズちょっと待ってくださいね、あのツイッターとかにも載せようと思ったんですけど、アニメイトのグッズでも片手だから出せるかなピャー、あ出せた出せた、あ私アニメイトのグッズもらいまして、なんとみんながランダムで頑張ってくれているところをもらいまして、そうなんですよ私のやつ、だからメンバー全員のやつ欲しいから私も買いたいなって思った、うん、ごめんなさいみんなが頑張ってくれてる中もうでも私はみんな頑張ってくれてる
え、ひなさんの欲しい、当てたい。ずるいってメンバー特権いただいたんですけど、そう、どれから見せようかな。まずは、では生写真かな。生写真引き、いやでもちょっと反射してるけど、皆さんのアクセス出て送るか。え、いいの？いいの？なんかね、メイクが薄いはずなのにね、なんかね、大人っぽく映ってるんだよね。不思議、不思議。こんな感じです。これが座り、お座りももさん、お座りももさんで、こっちの方がね映りやすいと思う。なんと上からももさん、上からももさん、なかなかない、いつもだったらなかなかない画角なんじゃないかな。画角なんて言ったらいい。この角度では普段の生写真は撮らないので、ちょっとレアね。これ広島の、え、そう、広島のアニメートでね、そう、こやめちゃん可愛かった、ありがとう、来てくれて嬉しい。上ももちゃんです、上ももちゃん、上ももちゃん寝そべってる写真がまずね初めて撮ったからね、ちょっとね緊張した。写真撮った時合ってる、この顔表情で合ってるんかってなりながら撮りましたお顔は美人顔で大人っぽいと思う。ありがとう、嬉しい、そんなこと言ってくれてありがとう。そして缶バッジですね。まずそのまま寝なかった大丈夫ねちゃんと目開けて、いい、この角度良い、よかった。缶バッジ、あ、ちょっとショールームのこれに反射しちゃうけど、抱き枕迷ってるの若さんの抱き枕、若さん自分の抱き枕どうなんかな、ゲットできるんかな。ももだよ、ももさんだよ、合ってた、ありがとう。そしてアクリルスタンド、じゃーん、自分の欲しいの、自分のか、抱き枕から自分のちょっと気まずいな、家にあったら、部屋にあったら気まずいな。これがアクリルスタンド。そしてアニメバージョンの抱き枕から、なんで罪悪感感じてるの、じゃーん。そう、これね、私の嬉しかったポイントは、あの目が垂れ目で描いてくれてる。私の結構自分の顔で好きなところが目なので、なんかそこの目を垂れ目にしてくれてるのがめっちゃ嬉しかったっていう。あと眉毛もなんかちょっと下がり気味、困ったる。と缶バッジだよ、缶バッジ。にっこりしてる髪型ね、この髪型再現してくれてるよね、これ、この絶対手に入れました、ありがとう。二人の髪型本当嬉しい。都内のアニメとでもやってるっぽいから、
行ってみてね。アニメって取り替え、いやなるよね、ランダムが多いから絶対なるし、結構大人数で行った方が交換しやすいよね多分。同じ推しの人がいたらちょっとあの難しいかもしれないけど、みんな違う推し面の人と行ったら良さそう。こんな感じです、ゲットしました、もらったんだけど。カンバッチの時、そうそう、この写真の髪型をこのイラストちゃんはやってくる。他のメンバーのは多分もらえないから自分でゲットするって感じ。特典写真もちゃん、嬉しい、手に入った、嬉しい。次は誰と行くか。ぜひお友達と。2月の生写真もちゃんと、ぜひぜひ、桃以外送ってくれるの、やった、欲しい、メンバーみんな可愛いもん、可愛い、並べたら可愛い絶対。ちょうどさ、ママがさグッズ欲しいって言ってたじゃん、言ってたっていう話をこないだしたんですけど、もらえた。これもらえたっていうね、早速。だから僕はお家に、お家用にあげます、あげるっていうか、なんかそう、記念に置いておく、将来、将来家に飾っとこう。モカが、モカがおばあちゃんになった時に飾っとこう。送ってくれるのみんな。モーカのお家にメンバー大集合してる。孫や子、そう、孫や子供に見せるわ。モーカさん、モーカさんこんな感じだったんだよ。って見せるわ。孫が、孫とか子供がいるかわかんないけど。こんばんは。こんばんは。桃が好き、桃が好き。ルールグッズとか記念品たまって、たまったんじゃない？いや、グッズはね、たまってないかな。みんながくれた、今く、みんながくれたあの、トロフィーっていうんだっけ？とか、あの横断幕とかは持ってる。でもグッズは持ってない。みんながくれたやつはね、あの持って帰ります。めっちゃそう、持って帰れるやつ全部持って帰る、持って帰る。グッズはね案外そうもらえないから、そう意外と少ないね自分のグッズは。こんばんは、こんばんは。もう一回、もうちょっとかな、わかんない。ただちも今来てくれ、おかえり。まつげ、まつげギャンギャン子だよ。グッズってプレゼント、多分できるかな、グッズ取って出し、公演の取って出しもらったことないから、公演終わった後にみんななんか STU48 って検索して、今日の写真こんな感じで撮れとんやって、そこで確認する。そう、おもちゃのグッズ譲るね。そうだから取って出し、そうみんなのでエゴさして今日の集合写真を見る。そう
今日もエゴサしてみた。そう、今日の可愛かった、本当に良かった。写真もね、生誕のフラワースタンダー本当に持って帰りたかった、本当に持って帰り、衰退して、本当に持って帰りたかった。あ、確かにデートで欲しいね。確かにツイート結構そう見てるよ。ラワースタンド持ち帰るとか置くとこない。いや、置くとこはないかもしれないけど、お家が広いわけじゃないから。でも、いや、持って帰りたいやん、かわいすぎて。だってその日だけしか見れないなんて辛すぎるやん。だからいつも引っ越しの時の、ね、本当や、フラワースタンドさすがに引っ越しはできん。フラワースタンド引っ越しさせるのは確かにできないね。ファンが写って、私ファンの人が写ってる写真めっちゃ全然保存してるよ。そう、ただもらえないだけなんよ、データを。そう、こんばんは、こんばんは。一緒に撮った写真とかあんまりなかなかもらえることないからね。え、見られるのが恥ずかしい。そうなん。卒業公演のフラワースタンド、え、持って帰れるやつだったら、持って帰れる部分は持って帰りたい。なんか全部は無理かもしれないけど、持って帰る、手で持ち帰れる部分は。ルール的もいいと、いや、みんなとさ、ツーショット買い取ってもさ、もらえないのよ。そう、ももたちはもらえないからさ、みんなの携帯には多分入ってたけど。一部だけど、そうそう、一部だけども、あ、そうそう、ツーショット会は X で見るね。何回かツーショット見せたことあるけど、まあまあ恥ずかしい。恥ずかしいのか、みんな。そう、なかなか見せてもらえんもんな、みんなに。はじめまして、はじめまして。そう、みんなお顔隠すからね。私しか見えてないの、顔が。そう、んちゃんとの写真は大事なのに、ありがとう、嬉しい。X のアイコンお気に入り、お、ありがとう。ツーショット見たい、全然もう見たいけど、恥ずかしい人が絶対もうほとんどだから。そう、全然いいよっていう人は載せてほしいけど、恥ずかしいよって思う方は全然無理しないでいいよ。そう。自分の顔隠してインスタあげたら、おもちゃ大根、嬉しい、ありがとう。ワンショットでもだけ撮ってて思って、嘘、あ、やったことないかもしれない。印刷して送るしかないか、でも恥ずかしいから。恥ずかしいんかい。送ってくれるんかと思った。私ね、そう、みんなね言ってくれる、ももに見せるのはいいけど、多分載せたらみんなに見えるから、あの、だから恥ずかしいっていつもみんな言ってる。そうだよね、みんなに見られちゃうもんね。自分もアイドルさんのチェキとか取りに行ったら自分の顔隠すかも。
確かに隠すかもしれない。そうだからみんなの気持ちはわかるわかる。だから確かでも一人だけのやつの写真会やったことないね。全世界ニヤニヤな顔を公開するなんてそっか、いつもよりもうニヤニヤしてくれてるからみんな。こんばんこんばんは。ワンショット会ね、よく AKB さんとかがやってたやつとか動画のやつとか見たことあるけど、 STU も前先輩方のやつとか見たことあるけどね、やったことはないです。お迎えそろそろ来たかもしれないもう15分経ってるっけ、もう経ってるかもう何も考えずに喋ってた。一緒に撮れるのがね、一緒に撮れるのはいいよね、本当に私も嬉しい。ツイートって前に、見てるよ、ももちゃんメールとかは見てる。もう立ってたのか、気づかなかったよ。夜ご飯なんか微妙に食べちゃったの、あの配信の、配信じゃないと公演の前に。だからもうちょっとだけなんか食べようかなみたいな感じです。ツインって最近本当よかった、30分ぐらいしてた。じゃあそろそろ読みましょうかね。13位の幻さんありがとう。12位のタロイモさんありがとう。11位のコウスケさんありがとう。12位のタカキさんありがとう。ツインテルもめっちゃ好き、大好き、ありがとう。10位のコウチさんありがとう。お仕事中、お仕事中にごめんね、ありがとう、お疲れ。8位のドラガンさんありがとう。ニコンよく頑張った、ツインモモちゃんすごくかわいい、ありがとう。7位のトシさんありがとう。もう一回語りたいです。今日も枕元にポップコーン、おありがとね、枕元にポップコーン嬉しい、ありがとう。6位の石ココくんありがとう。5位のピオーネ 4WD さんありがとう。4位のお疲れさんありがとう。3位の福ちゃんありがとう。昼より2回コーン、お疲れ様でした、ツインテールかわいい、ありがとう今のタチさんありがとう。今日ずっとドキドキしながらずっと好きって思ってた、おずっと見てくれてありがとう、また来てね。1のユウさんありがとう。ニコのお疲れ様、ツインテール超絶可愛かったよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございました。今日はメンバーのけちゃんとまひなさんの生誕祭出れてよかったです、本当に楽しかった、ありがとうございました。明日はお話し会です、よろしくお願いします。明日よろしくね、よろしくね。最高の声ありがとう、ありがとう、こちらこそだよ、また明日だね。いつも以上にちょっとですか、本当にありがとう、嬉しい、ありがとうございました、またね。メールとかツイートします、この後。おやすみー。